国盛りっていうの、本場奈々さん、よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。この度ですね、北海道で旭川、14歳でいじめで凍死した事件があるんですけども、はい、このことについてどう思われるかっていうのを。いや、もうあの事件っていうのはご存知の人はご存知だと思うんですけれども、はい、非常にちょっと犯罪的なぐらいひどいいじめなんですよね。女の子に対して、はい、性犯罪的なこともやってるし、で彼女は絶望して1回自殺未遂みたいなこともやっていて、すでに警察も入っていた。しかしそれが分かっていたにもかかわらず全く改善されないまま、結局もう1回そういう事件が起きてしまったっていう、もう完全にお亡くなりになってしまったということで、とんでもないいじめの事件だと思っています。はい、このいじめというのはもうなくすっていうのはさすがに難しいと思うんですけども、できれば減らすっていうのはどういう、こういうことが必要になってくるでしょうか。本来やっぱりよく聞くのは人間関係が固定化しちゃうと、もう回復するのは難しいと言われてるんですね。なので彼女の場合は何回かこう助けを求めるような動くなんていうかこう、ね、発言もあったみたいなので、そこにやっぱり大人が介入するとか、なんか第三者が入らなきゃいけない部分があったんじゃないかなというふうに思います。最後にですけども、この少年法についてはどのように思うでしょうか。少年法ですか。それはどちらかというとこう年齢をそうですね、昔の少年法っていうのは本当になんていうかこう子供のような年代から働きに出なきゃいけない、そして社会化されてないがために本来であれば避けられたような犯罪までやってしまった、未熟だったからっていうのがあったと思うんですけど、今情報もしっかり出てきてるし、はっきり言って今、16とか14とかいろいろ線引きありますけども、本当に今の少年法っていうのはその少年を犯罪を阻むためのものになっているのかどうかということは私も感じることはあります。はい、わかりました。インタビューは以上になります。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。